さんこんにちは、プン山です。今回はプンさんが今まで登ったことのあるご当地アルプスの中でベスト5を選んでもらうという企画をご用意しました。きっと僕が選ぶご当地アルプスランキングとは違うテイストになると思うんで、プンさんが選ぶご当地アルプスベスト5お楽しみください。それでは第5位から発表していきたいと思います。ではここから登山開始ですね。脇富士目指してきます。よろしくお願いします。あそこだ、人が今いらっしゃいますね。あそこ次のピークのようです。楽しいですね、稜線で。すごいね。今こちら向かってるんですけれども、後であちらの竜王山登っていきます。自分の登る山々が稜線上で見えるというのも楽しいですよね。これ可愛い松ぼっくりもある。可愛い松ぼっくりだそうです。こんな感じで歩いて、あそこがさっき行ったとこ、とりあえずあそこまで戻っていきたいと思います。先ほど買ったマルゲリータいただきたいと思います。それでは出発します。あのガガガってなってる山なんだろう。目の前の両神さんみたいな。ここに両髪がね、どういうこと？あれは、あれが両髪になっちゃった今。怖い。怖い？うん、結構心細いです。いやもうしっかり何もかもしてもらってからやった方がいいと思うよ。あとは一歩ずつ行けば。なかなか険しいですね。おできみたいなのがくっついてます。なんだろう、石がこのようにボコ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 、おできができちゃってます。到着しました。いや大変だったよ。危ないとこはゼロだ。あったじゃない。小鷲津山330m 到着しました。イエーイ。おお、眺めがすごい綺麗。ひらら展望台です。めちゃくちゃ絶景です。はあ、どこ見ても景色がいいな。獅子母山 212m です。まずアルプス結構アップダウンが激しくて応えますね、体に。楽しいんですけれども、また登るのかという感じでは。沼津アルプス最後の一つです。カヌキ山193メートルです。イエーイ、制覇したぞ。プンです。今日は東阿賀野駅に来ました。ここから天角山、大鷹山、根野山に登っていきたいと思います。それでは出発します。まずは天角山ですね。よいしょ。ほいほい。天角山到着しました。次に目指すのは根野権現ですね。向かっていきましょう。眺望がめちゃくちゃいいです。山々に囲まれた山々、山に囲まれ山々。反応アルプス、天角、大鷹、根野山、
剣に到着です。あら、もうアルプス恐るべしです。ここの距離長いな。そして左に見えるこのもっこりした島が周防大島です。周防大島、もんじゅ山到着しました。イエーイ。いやー、絶景絶景見えますか？すごく見える。ビル岳山の展望テラスです。瀬戸内アルプスの醍醐味ですね。何でしょうか。やはり奥武蔵ばかり歩いてる私からするともう最高に気持ちいいですね。海と山もう羨ましい。見られますか。ああ、すみません、ありがとうございます。ああ、バリケードみたいになってますね。じゃあ気をつけて。失礼します。こちらですね、ユピカ右側です。アクンダニ温泉ユピカ、なんか書いてある道。まあここが一番の見せ場みたいですね。こんな感じの頂上まであと少し、疲れたらユピカで、帰りはユピカで温泉入りたいと思ってるので、それが楽しみですよね。やっぱり日本一低い小野アルプスですね。その向こうはダムなんだろうか、ちょっとよくわかんないな。ダムなのかな、湖なんですかね。あとあそこにハゲ山、ちょっと どうなんでしょうね。あの子たちも登ってるから、私も登れんのかな。ちょっと怖いな。大丈夫かな。あの子たちも座ってるから、もうなんかよじ登ってるって感じですよね。子供たち四つん這いになって。動画も私はこちらの方で止めて登るのに専念したいと思います。怖かった。おじさんスタスタ来るけど、私もうこんな登山したくない。私怖かった、とってもすごい怖かった。私そっちから行く、もうここのとこ登りたくない、もう嫌。綺麗だけど、綺麗だけど怖すぎた。現在地ここですね。先ほどのベニヤは大変だった、もう嫌だ。あと 800m です。ユピカ、私のユピカ待ってておくれ。すごい、すごい綺麗。わあ、落ち滝、ああ、すっごい。うん。いや、これ立派。なんかあれ、カバの口みたい。ああ、ここいいとこ。最高だな。この山、楽しいですね。ほんと。ほんと、この、白い、白いってな、白い、
砂も、うん、でもいいですよね。楽しい速度とコンゼアルプス、すべてがもうダイナミックすぎてすごいですね、はあ、すごい。デングリワに人がすごいですね。この眺め、プンさんは登れるんでしょうか。大丈夫、ここまで頑張って登ってきました。南アルプスの道、あちらにあるこちらですね、こちらの道山に今日登っていきたいと思います。水が豊富ですね。なんかとてもいいですね。こちら滝が流れてます。すごい綺麗。楽しい。なんだここなんだこれ、すごいよね。なにこれ楽しい、うん、楽しい。なんだろうこれ、うん、まあ他のコースもね行ってみたいけどね、行きたいね。いろいろあるんだろうね。こちらの道山の凄さに圧倒されてます。あともう少しですね。おじさんが今道山の頂上向かってるとこです。道山山頂到着しました。いやー、どこを見ても綺麗としか言いようのないところですね。